いところに上がるんでダフっちゃう。だからちょっと上げてあげれればここで落ちた時にも地面にで一度当たる。皆さんこんばんは、ハラゴルフ原田修平です。番組の始めにご案内です。公式 LINE の登録ぜひお願いします。5大特典を受け取ってください。提唱している100切りについての話とか、私のスイング診断診断したものが皆さんに適した YouTube へと誘導します。そんなサービスもしていますので、ぜひ公式 LINE の登録を無料で受け取ってみてください。ということでですね、今日のテーマですけれども、ヘッドの振り方っていうのを話していきますね。ヘッド、こんなの誰でも振れるでしょって思ってる方いらっしゃると思うんですけど、結構振れてないです。正しく振れてないから正しくまっすぐ飛ばない。これができないと、ヘッドスピードが上がらない。正しい振り方さえ分かれば、あとはスピードを出していけばいいんで、初めゆっくりしていただいても、その正しい動きをまず理解する。今日はね、そんなお話を皆さんにさせていただきます。これが分かったらもうめちゃめちゃですね、クラブの正しい、腕の動きが分かります。これが分かった上で体の動きを理解していく、もう一番初めのね、初心者から上級者まで全て理解してほしい技術になります。で、これね、できている人がほとんどいないってどういうことかっていう、自覚症状がないんですよ。で、どういうことかっていうと、テイクバックっていうのはどこに上がればいいか、皆さんちょっとこの僕の撮影しているこのカメラの方でね、カメラのちょうど位置にクラブが上がってますね。ここで手の位置とヘッドの位置がこう見えなくなってるっていうか、こう一致する位置になってますね。これが正しいと、ね、じゃあこれはインサイド入ってますね。これはやりすぎて外ですね。ちょうど真ん中、ここで正しくヘッドと手が一致してるでしょうか。これやってみてください。結構できてない。これが腕を振る上でとても大切なんです。だけどもクラブなかったらどうかというと、誰でもできてると思っちゃうんです。なんでか、同じだから。これはできてるんですよ。手は別にインサイドに私引いてませんよ。もちろんそうですね。こうなってる人はいないんです。こうなってる人もいなくて、こうなんですよ。だけど同じ手の位置なんだけど、ヘッドだけほら後ろ、ヘッドだけ前、要するに手は変わってない。だから自覚症状がないんです。で、この時に外とか中とか入りすぎるとクラブが難しく、なってしまう。正しく、クラブをまっすぐというかですね、このラインちょうど皆さんから見て、今カメラの位置にグリップがちょうどセットされてますから、ここでちゃんと一致するようにテイクバックをしていくっていうのが大切になっています。目安ですけどね。じゃあこれどういうことかっていうと、これね、ほとんどの方ね、自覚症状ない人はインサイドに引いちゃうんですよ。インサイドね。で、これクラブヘッドが重たいからなんですよ。クラブの先端が重たいので、どうしてもクラブの重さに負けちゃう。これが原因。この原因をしっかり理解するってことがとても大切です。テストしてみますよ。例えばだから、今ここに今ヘッドがありますね。で、ここに例えば何か対象物があったとして、これを叩くとなると、 ほとんどの人どうなるかというと、こうやってね、下に振るんですよ。で、あれって空振りするんですよ。で、なんでかっていうとね、バックスイングで下がってることに気づかないです。で、そこで振るから、ほら高さ変わりますね。ここにあったものがここになっちゃうんですね。それを気づかないんで、どうしても全部空振りしてしまう。例えばこういうふうに膝立ちでスイングすると同じですね。ここで低いところに上がるんでダフっちゃうんですね。じゃあどうすればいいかというと、イメージはテイクバックよりちょっと高いところに上げるつもり。そうすると落ちるんでちょうど合うんですよ。こういう右回りになるわけ。右回りの動き、これがね、まあよく言う外から上がってちょっと内側にっていうことで、これができないと腕を正しくここで鋭く振れないんです。なんでかっていうと、下に下がっちゃうんで、このまま振ると地面に叩いちゃうの分かりますよね。なので、ここでまた修正作業が入ると鋭く振れないんです。ですから、こういう状態でも少し高いところに上げて、ヘッドが落ちるのを感じてから、ほら打てる。
これが低い位置のままでいくと落ちるということを想定できない人ね、必ずちょっと落ちます。だからちょっと上げてあげれれば、ここで落ちた時にも地面に近づかない、まあ多少近づきますけど、で打つと当たると、まあ、こういう考え方になります。で腕の振り方ね、これね練習してください。少し外から打ちっていう風に、こういう関係性ですね。これあと特に必要なのもう一個、皆さんの腕の長さ、これちょっと考えてみてください。じゃん、メジャーね。これで誰かね、知り合いの方にこう自分の、ね、このウィングスパンって言うんですけど、腕の長さ測ってみてください。で僕はこれ測ると、まあちょっと今ちゃんとできないですけど、163センチあります、この長さね。で身長も163センチなんですよ。どうですかね、同じなんです。この場合どっちかというとあまりこう極端なクラブの軌道ではないんです。だけども例えばこの僕163センチなんだけど180センチぐらい腕が長い人がいたとしますね。腕がですね、そうするとどうなるかっていうとね、腕が長い分落ちちゃうんですよ。じゃあどうすればいいかというと、もっと外から上がった方がいい、上に上げた方がいいんですよ。上に上げて落ちる時間をちゃんと確保して打つということ。つまり腕の長さによってテイクバックは少し余裕を持って上にちょっと外に上げたりするってこと、これ覚えておいてください。自分の腕の長さ、例えば腕が短ければインサイドに引きやすくなるし、長ければ外に上げた方がそこから余裕を持っていきやすいと、ここら辺の自分の属人性っていうのが出てきますから、プロの真似をしないでください。自分の腕の長さとテイクバックのこの距離作りっていうのかな、間合い作りというものを、作ってあげると、外に上がってこういうふうに、だからよくプロでもこうすごい外から降りてこう正しいところに降りてくる方、こういう方はね腕が長い、身長に対して腕が長い方が多いです。これはね結構知らない人多いんでね、ここしっかり覚えてください。はい、ということでですね、今日は腕の振り方、こうやって普通に振ればいいだけですけどね、普通に振ると低くなっちゃうんです。ちょっと高いところからこういう風に振っていくと、そうするとねいい振りできるから、ここをしっかり覚えていく。そのためにこう水平素振りした時は少し高い位置、じゃあここでも同じです。高い位置をイメージで、ほらちょうど今皆さんとカメラの皆さんの見ているところと手と一致するでしょ。こっちになったりしないこと、まあ、こっちもいますけど、こっちの場合はだからっていうか、長い人はこっち側からこういう風に降りてきた方がちょうどいいわけです。ここら辺を踏まえてね、ちょっと打ってみます。テイクバックチェック、僕はこのくらい、そこからインサイド、ちょうどいい感じかな。クラブを少しインサイドに行けないつもりでも、でもねクラブの重さで内側に入ってくるから、それはもうそのまま自然に任せてください。はい、ということでですね、今日はね正しい腕の振り方についてお話ししました。クラブの振り方についてね、水平素振りしてテストしてみてください。腕の長さの調整して、腕の長さはこのメジャーで測ってみてください。これによって自分の腕の振り方っていうのが見えてきます。ぜひですねこれを使ってやってみてください。ということでね、このチャンネルは私のレッスン経験を毎日公開しているチャンネルですので、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。あと公式 LINE 登録していただいて、まあ、こういう応用じゃなくて、ね、基礎的な話無料で聞けますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。で今日はこの辺です。さよなら。いつも YouTube をご視聴いただき本当にありがとうございます。ぜひ LINE 公式に登録していただいて、一緒にゴルフライフを楽しんでいきましょう。 LINE 登録方法は動画下の動画説明欄に貼り付けてある LINE URL をタップしてみてください。詳しい特典の詳細を見ることができます。それでは私の LINE でお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それではよろしくお願いします。